どうですか相変わらず引きこもりですかはい引きこもってますね引きこもりなんです、えー、見えないけど引きこもりなんですねもう休みがあったら絶対家から出ないです出るとしたら本当に病院か美容室か、ね、<laughs> スーパーに行くかえにじゃあ体悪いとかはないあないです <laughs> 何やってんですか これ引きこもりはもう信じられないですね私としては本当ですかきっと私はもう出ずっぱりって病気ですからね本当ですか <laughs> 私家にこもってジグソーパズルをやってますえジグソーパズル ?1000 ピースとかのパズルを<え>それもなんかゴールドとか黒とかが多いやつをはあ<ー><い>であの一生あれやる気ないんですけど何がですかあ<の>ジグソーパズル これねあこ、えー、すごいジグソーパズル見てうわっと思ったんですけどねこ,これぐらいかなはいはいこれぐらいでこれぐらいあるんですけども1000か2000ですねマンハッタンよくわかりますねマンハッタンの夜景つながあるんですよはいはいはい黒と黄色しかないんですそうですね分かりますよ、黒と黄色の点だけで形でねこう 形でね。<laughs> 楽しそうで言えますね。<laughs> はい、お幸せなんです。最近できてなくてやりたいなとい、うん、ちょっと忙しくて。そうなんです。じゃあ仕事がないとなると楽しくてしょうがないんですか。<laughs> はい。ええ<ー>。もうセリフ言いながらパズルやってるみたいな <laughs> ブツブツ言いながら。あ、思いながら。はい、どれぐらい完成させたんですか今まで。えー、でももう十は十に超えてますね。<laughs> 一番難しいのは何だったんです一番難しかったのゴールドですねキラキラ光ってるのであの下の絵が見えなくてゴールドゴールドなん,なんかあの夜景なんですけどすべてゴールドなんですよ、はあ、それがね難しかったです、ねあま、あのマンハッタンみたいなものそうですねよくやりますね何時間でもやってます、はい、でででききるままやってますね、はあ、できれば1000ピースだっ もう毎日3日間暇だったら何もしなくていいっつったら毎日やってるずっとやってます朝から晩まではいでちょっと煮詰まったなと思ったら洗濯しようと思って洗濯したりとかはあ外いいですよ 何何されますか、外で。外歩いてても面白いですよ。本当ですか。あ,あ、街、面白いですよ。東京の街は本当に面白いです。なんません。んえ。疲れませんか。千ピースやってるからよっぽど疲れるでしょう。え、お友達いないんですか。いないです。<laughs> なんですか、自慢げに言うんですか、ね。お友達。 友達面倒<め>、うん、くさいんですかお友達やっぱスケジュールが合わないっていうのもあるんですけどあ、まあまあ、そうでしょうけどね外出たら面白いですよなんでこんなとこにこんなものがあるんだろうとか,本当かえこれは昔一体何があったんだろう、ね、<ー>この家の人は一体何を考えてこんな家一度訪ねてみたいな訳 <laughs> を聞きたいとか。 でもあのロケとかでやっぱ外に出るんですよで昨日もあのロケ地であっ、うん、柿の木がなってるキンモクセイの香りがするけどこの家かなとか何であの家は防犯カメラがついてんだろうとかんかそういうロケとかでよく外をいるので、うんうん、そ,れそれを個人的に行くんですよ個人的にですかないおお酒はお酒は それが最近本当に少なくなって飲む,飲むのが飲む、うん、のが前あの「いいとも!」のここに出さ,出させていただいた時にすごい飲むって,言ってそう飲むって話だったでしょめっきり減りました飲んでもやっぱ梅酒ぐらいですね、うん <laughs>